こんにちは。動画作りをサポートしておりますコラボズの江川です。さて本日の動画なんですけど、先月末にある営業マンの方からご依頼をいただいた動画案件についてお伝えしたいと思います。それは何かと言いますと、プレゼン中に流す動画を作ってくれないかというご依頼でした。これめちゃめちゃ大事です。で、私もですね、前職でその動画を使ったプレゼンテーションで成果が非常に成約率が上がったっていう経験を持ってるので、本当にね、プレゼン営業される方は動画をそのツールの一つとして持つといいなというふうに思っております。実は来年ね、そういった提案もね、どんどん進めていきたいなと思ってるんですけど、もしこれ、この動画を営業の方が見られてたら、そうか、プレゼン用の動画かっていうふうなところで、尺としては1分から2分ぐらいの短尺です。時にちょっと説明を入れないと分かんないようなものでしたら3分ぐらいはいいかもしれませんが、プレゼンの間の3分間というのは結構間がありますので、まあ、その辺はね、ちょっと時間調整、大事かなとは思うんですが、しっかり見せないと伝わらないというものは、その分だけの尺は取ってください。その動画を見ながら相手の反応というのを見て、お、なんかちょっと理解されてるなっていうのがあれば、その後のプレゼンがまたさらにスムーズに進みます。そういったところで今日はプレゼンに動画を対応する、活用する、こういったところをお伝えしました。それではまた明日お会いしましょう。